ムルコニチグラードは、ボスニア・ヘルツェゴビナ西部の都市及び、基礎自治体で、ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体の、ウチスルプスカ共和国に属する。バニアルカとヤイツェの間にあり、ボサンスカ・クライナ地方に位置する。町は、考古学的な発見から、戦史時代にまで遡り、ローマの痕跡も見つかっている。町の名称は、オスマン支配など、歴史的に幾度か変わっており、 ゴルニクロケ、ノバヤイツェ、バルツァルバクフと変わり、そして現代のムルコニチグラードとなった。ムルコニチグラードに変わったのは1924年のことで、ペタール一世がオスマン帝国に対する反乱の時にムルコニチの奏で、ハイドクとして戦ったことにちなむとされている。第二次世界大戦時の1943年11月25日に、 ザベノビーが初めて会合を開いた町として知られ、セルビア系ボスニア人、クロアチア系ボスニア人、ボシュニャク人が共通の共和国を宣言した。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の1992年から1995年の間、町はセルビア系の支配下にあった。1995年10月8日から12日に、クロアチア勢力によって、ムルコニチグラードは、 その支配下になりセルビア系住民に対して残虐な行為が行われた。480人のセルビア系住民が殺害されたが、そのうち219体しか遺体が発見されるか確認されていない。また、多くのセルビア系の住民は町を離れることになった。クロアチア勢力は戦後帰還するであろう、セルビア系住民を妨げるためムルコニチ。 グラード市外のインフラの90%近くを破壊している。ムルコニチグラードでは1995年10月10日から1996年2月4日まで町を支配下に置いていたクロアチアの常備軍に対し町を破壊し損害を与えたことに対して訴訟を起こす準備をしている。町はまたアメリカ空軍が1995年6月に セルビア勢力側の地対空ミサイルにより F-16 戦闘機を一機失ったムルコニチグラード事件でも知られている。パイロットのスコット・オー・グレーディはその後アメリカ海兵隊に救出され無事であった。デートン合意後、ムルコニチグラードはスルプスカ共和国の領域とされた。1910年の国勢調査によれば当時のバルカルバク自治体の人口は セルビア正教信仰者が79.61%を占めた数派であった。合計マイナス30.159人合計29,684人、合計27,379人,人、市外合計人口から11,261人2006年現在、セルビア人が多数派を占める。ありがとうございます。